石手川は、重信川水系の支流で、愛媛県松山市を流れる河川。上流には、石手川ダムがあり、松山市の上水の約半分を供給している。高輪山系の山峰が、森付近に源流を発し、松山市東部にやや急な扇状地を形成し、出会いにて重信川と合流する。出会い付近の重信川と石手川に挟まれた三角地帯にはぼっちゃん。 スタジアム、愛媛県武道館などのスポーツ施設が集積している。石手川の岩関石手川はもともとは、宝川ともいう山川とも呼ばれていた。松山平野に入ると清掃し、現在の松山市中心部付近を流れていたとされる。江戸期に改修工事を命じたのは、加藤義明で、その家臣、足立重信が工事を行った。石手寺近くの岩関という場所で流れをせき止めていた。 岩石を砕き、流路を南西に変え、現在の川床となった。この流路変更工事により、茂信川流域同様、水田を確保することができた。このため、旧川床の地域では今日でも地下水脈が走っており、地下水に恵まれている。石手川の流量は少なく、大雨増水時以外は川底をさらしている。かつて、 四国電力湯山発電所に供給していたが、電力需要の増大や小流量で松山発電所に転換され、現在は伊方発電所に統合されている。川の両岸は岩崎から下流にかけての一帯は市街化し、特に右岸は松山市の中心市街地に接している。左岸は長らく開発が進まなかったが、昭和40年代から、 宅地開発が進み始め、今日ではマンション等が立ち並ぶ市街地となっている。貸しの多くには公園が設置され、市街に近いことから市民の憩いやスポーツ活動の場として親しまれている。太平洋戦争後間もなくの頃は河川敷や土手にバラックが立ち並んでいた。これらが撤去、整理されて跡地が公園になっている。ほか、ありがとうございます。